千葉機関区は以下の二つが存在する。千葉機関区の後本校では主に二代目について述べる。校内正門総部本線、外房線方面の貨物列車運行拠点、機関車研修拠点として機能していた新小岩機関区、桜機関区が1997年3月21日付で移転、統合されて発足し、2003年まで車両も配置されていた。 現在は運転士業務と機関車の仕業検査、貨車の交番検査を行う。また、新小岩信号上駅に新小岩発出を置いていた。2000年までは、非電化区間である、越中島支線も担当していた。機関車、線、千ワの線から構成される。運用区間の一部に非電化区間があったため、基本的にディーゼル機関車のみ配置されていた。 2001年10月1日時点の配置車両を示す。総武本線方面の貨物列車運行は、新近線を介して、多線区と接続する新小岩奏車場が拠点となっていたことから、同奏車場に隣接して新小岩機関区が設置されていた。同機関区の移転後も、一部の運転関係業務等を引き続き新小岩地区で実施する必要があり、一部機能が残されて、 千葉機関区新小岩発出となった。貨物列車運行拠点としての新小岩機関区の機能は大きく、無塩化以前の総武本線貨物列車牽引の主力であった D51 形状機機関車も配置されていた。電化、無塩化以降、ディーゼル機関車の配置は桜機関区に集約されたものの、新小岩機関区は引き続き運行拠点として機能し、関係線区の運転業務、 電気機関車、ディーゼル機関車の仕業検査業務を実施していた。新小岩地区の再開発に伴い、新小岩操車場は縮小されることとなったため、併設されていた機関区、車両所も移転が必要となり、機関区については1997年3月21日付で、桜機関区と機能を統合し、祖米機構内に移転して、現在の組織体制となった。なお、 隣接して設置されていた新小岩車両所は、1997年8月25日付で、川崎貨物駅構内へ移転し、川崎車両所となっている。2011年3月12日ダイヤ改正に合わせて廃止された。ありがとうございます。